皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんによる6月28日火曜日恒例の予言の3回目をご紹介します。今回もカットが必要でしたので、ノーカット版はメディアブルで公開します。2022年6月28日の予言。以前の予言で多くの洪水が来ることを申し上げました。アリゾナにもモンスーンの季節がやってきました。その場合は大雨が降るため、ツーソンやフェニックスでは洪水になる可能性もあります。モンスーンは土砂崩れを引き起こすため、注意する必要があります。その町全体に害を与えるような闇側の計画が見えます。どうかアメリカの皆様安全に気を配ってお過ごしください。不審な人たちに警戒してください。もし本能的にこの人は危ないと思ったら逃げてください。あえてその方向に進むのは避けるべきです。皆様の本能は決して間違えません。またこの夏にニューヨーク市で何かが起こるのが見えます。もしかしたらこの週末かもしれません。気象予言で言っていた洪水ではないように思えます。以前あったボストンマラソンの爆破事件が頭をよぎりましたが、何が実際に起こるかはまだわかりません。ベネズエラで問題が発生します。大きな石油精製施設が巨大な炎に包まれ、高温で鉄が溶けているのが見えます。これは以前予言したことと重なります。ベネズエラは天候事象にも見舞われ、洪水や地震の被害を受けるでしょう。地震は海岸に沿って発生し、周辺のコロンビアにも被害が出ます。これは9月までのどこかで起こるかもしれません。9月に最後のエネルギーシフトのサイクルに入ることはご存知だと思います。11月の中間選挙に向けて何かしら恐ろしいことが起こるかもしれません。その時は大変緊張した状態となり、まるでジェットコースターが山を駆け下りるような状況になります。今年の夏以降アメリカのどこかの都市が火災に遭い完全に破壊されます。これは次回の大統領選挙の直前に起こるかもしれません。食品のリコールについて、乾燥卵は安全であり、鶏肉も欲しいです。卵と酪農製品に対するリコールが発生します。夏休みが終わり、子供たちが学校に戻る時期だと思います。卵の粉とバターを焼いて食べると美味しいです。これらの物資は使うために備蓄していますが、食料が関わると見た目が良くありません。食品を備蓄するにあたり、缶詰はよく使われます。しかしそのような製品がリコールされるのです。これは世界的な事象でありアメリカだけがこのような目に遭うとは考えにくいです。スピリットは一つの例として物への攻撃を挙げています。そしてそれを製造する会社にも影響が出ます。いくつかの缶詰は確かにリコールされるでしょう。トラックで回収されるのが見えます。私が気になるのは、回収された商品がどこへ行くかについてです。多分回収した人たちの備蓄へ回るのでしょう。闇側はトンネルや地下倉庫で備蓄を続けています。食料不足は北半球で冬の前に発生するでしょう。厚手の靴下や下着については、女性用の商品に何が起きているかを見てください。予言した通り不足し始めています。2023年の春には衣料品不足が広がります。北半球では春物の衣服が、南半球では冬物の衣服が3月の春分の日あたりで不足します。下着から靴下まであらゆる衣服が不足します。大きなパラダイムシフトが今から年末くらいまでに起こります。多分9月から10月あたりでしょう。何が起こるかといえば、まだ具体的には見えていませんが、2020年に私たちが経験したパラダイムシフト以上のことが起こるでしょう。これは素晴らしいことで、大いなる覚醒とシフトが起こります。これは見る価値がある出来事です。本日の題名はジェットコースターが坂を下るということですが、テーマパークが頭に浮かびました。
悲しいことに連鎖的な事故が発生します。スピリットはその中の一つで炎が上がっているのを見せています。もしかしたらステートフェアでの火事かもしれません。テーマパークの複数の箇所で火災が発生するかもしれません。火災といえばアメリカだけでなく中国と日本が頭に浮かびました。ジェットコースターの脱線という言葉は、映画、ローラーコースターを思い出しました。それは70年代か80年代の古い映画です。この映画の中では破壊工作が行われます。何かしらのハッキングがあるかもしれません。ニューヨークのタイムズスクエアが見えています。人が街を歩いてスクリーンを見ていますと、ハッキングにより真実が暴露され、その情報が世界的に広まるのが見えます。何者かがタイムズスクエアのテレビをハッキングするのです。ミード湖について、以前ここを含めたいくつかの湖の水が抜かれ同時に干上がると予言しました。その時が迫っています。スピリットによればまずボートを使うことが禁止されます。このことがいつ起こるのか注視する必要があります。また湖へつながる道が封鎖されるかもしれません。皆様ティム・バラードをご存知でしょうか。彼は今エクアドルの大統領と共に働いており、人身売買の闇を暴いています。2015年や2016年の予言で、ティム・バラードが英雄となるとお伝えしました。彼を光で包みましょう。誘拐された子供たちはどこへ行ったのでしょうか。子供たちを連れて行く人たちは病気です。しかし子供たちを救助している人たちもいます。大規模な救出劇はまだ起きていませんが、これからあるでしょう。今彼がエクアドルの大統領と働いていることはとても大きな意味があります。土曜日にうたた寝をしていた時にあるビジョンを見ました。以前サウンドヒーリングについてお話ししましたが、それがとても鮮明に見えました。実は私にもこれを作ることができます。あとは資金と人材があれば作れます。なぜなら私は周波数を知っているからです。その機械を何と呼ぶかというと、キャンサーカプセルと呼んでいます。これは酸素吸入カプセルのように、カプセルの中で人が横にならなければなりません。2種類の機器が見えます。一つ目はカプセルの中に全身を入れて密封するものです。もう一つの方は、首から下はカプセルの中ですが、首から上は機械から出ています。なぜ頭を出すのかというと、カプセルの中にはスピーカーがあり、そこから音が出ます。そのカプセルに入ると3種類の音波が出てきます。周波数が違い、次々に流れるため脳が混乱するからです。これはとても期待できる機械であり、とても楽しみです。この機械で文字通りガンが消滅するのです。皆様ありがとうございました。皆様を愛で包み祝福いたします。スピリットマン JT がお届けしました。ナマステ。いかがでしょうか。ティム・バラードに関しては以前ドキュメンタリー動画を見ましたが、ものすごく勇敢で正義感に満ちた人でした。ドキュメンタリーが事実であれば、救出した子供を引き取って育てているはずです。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録。グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。